は、高いところが落ち着くのだそうです。外敵から襲われにくい場所として、木に登って寝ていた名残だそうです。また、高い場所から見下ろせると、自分が相手より大きな存在だと誇示できるから、という理由もあるみたいです。では、どうぞ。自分にとって、居心地のいい場所を見つけるのが得意な猫。縁側や飼い主の膝など、猫によって居心地のいい場所はそれぞれです。こちらの年老いた猫にとっては、バイクの座席シートの上でした。のんびりとくつろぐ猫は、とても気持ちが良さそう。旗から見ると、和やかな光景ではあるものの、バイクの持ち主である、おたまねぎ@マジスカーさんからしみると、ちょっぴり困りものでした。毎日シートをベタベタにするわ、ひっかき跡は残るわ。困っておりました。どうしたものかと頭を抱える日々を過ごす中、ふと思い立って、バイクの座席に置いてみたのがこちらです。猫用座布団。スタイリッシュなフォルムのバイクに、可愛らしいデザインの猫用座布団は、なんともミスマッチ。しかし、座布団の上で休む猫を見て、もうどうでもよくなりました。これが平和解決です。そう語るおたまねぎさん。座布団を敷き始めた当初、まさかこの座布団が平和的解決をもたらすことになるとは、思わなかったことでしょう。写真を見た人からは、優しい世界、素敵な心遣いですねと、おたまねぎさんの対応を称賛する声が寄せられています。座布団を敷いたおかげで、バイクの座席シートも保護され、お互いにとって、好都合な結果をもたらした猫用座布団。今まで、より、居心地の良さがアップして、猫も嬉しそうですね。猫は、体温調節が苦手な生き物です。そのため、自分が快適でいられる場所を探す名人です。快適な場所は猫に聞けと言われるほど、猫のいる場所は、最も居心地が良い場所です。